はあなたの100倍以上私は考えてですね、政治家として動いてきたんです。私内に旧知の人で会いたい人もいるんです。国益にマイナスにならないか、まあ、こういうことをですね、総合的に考えてご判断いただきたい。私はここを簡単にはっきり言いたい。国益はあなたの100倍以上私は考えてですね、政治家として動いてきたというの、私内のですね、政治家としての考えだとか立ち位置でですね、動いているということ。鈴木宗男副代表がまあ、ちょっとああいう形でおっしゃられたのと、まあ、僕が申し上げた内容とちょっと違うので、まあ、そこはご理解いただけたかなというふうには思います。うごめく永田町。